皆さんこんこにちはふるたえりです今日は私が体医師のためにやっている6つのことを紹介したいと思います。ままず1和食を中心にしましたこれはですね食べないダイエットをやめたっていう緊急で痩せたいってなったらみんながね一番最初にやりがちなんですけど本当に絶対やめた方が 結局なんだかんだリバウンドしちゃうしまあ一時的に結局脂肪が痩せたわけじゃないので体の中の水分とか筋肉が落ちただけなので見た目とかは全く変わんないしただ数字にとらわれるだけのダイエットになっちゃうので、まあ、私食べたらもう逆に増えちゃうので太ったり痩せたりしてその代謝の悪い体か取りやすい体になっちゃうので私は最近食べないダイエットを卒業しました心もなんか健康じゃないというか食べないってなったら結局限界がどこかで来るしまあ肌とかね髪とかね もうちょっとねボロボロになってきちゃったりするので例えば普段お肉とか食べてたのを、まあ、お魚にするとか、まあ、全然お肉も食べるんですけど、まあ、どっちかって言ったらお魚の方を選ぶとか白米じゃなくて玄米とか十五穀米とか寝かせ玄米とか、まあ、ちょっと気にするようにほんのちょっとの意識だけで私は見た目がだいぶ変わりました。体のラインンが結構なんかストンって,なって 気ががします体に余計ななものがない感じ私本当にに食が大好きになりましした2つ目意識して歩くとということです <laughs> 私はここ最近ずっと1万歩以上歩くことを心がけててエレベーターとかエスカレーターじゃなくて階段使うとか余裕がある日は草駅ぐらい歩くとか私もともと散歩が好きだから全然苦じゃなくてなんか変にね筋トレとかジムで歩くよりかは、まあ、いろんな景色も見ながらこうやって散歩するのが好きでとにかく歩くっていうの 心がけててますだから私のねヘルスケア本当に見て欲しい健康生活すぎてとにかく歩くようになると足の脂肪がね綺麗になんかなんていうの足がすごい痩せてく足痩せがまあ足痩せ以外にも多分歩いてるから全身も痩せるんだろうけど私が目に見えて感じたのは足痩せかな3つ目痩せたくななるるような予定を入れることですまあ私は職業から例えば何か体を見せるお仕事とか そのファッションショーとかがお仕事が、まあ、ありがたいことにちょこちょこ入ってるんですけど普段からこうやって調節してればいいんですけど普段から全、ね、然食べちゃうのでやる気スイッチがね起きないので例えばみんなだったら、まあ、デートとかそう旅行とかこれから夏だから水着着るとかもうそういういろんな予定をもう作っちゃうとやっぱ必然的にそれまでに頑張ろうってなれるので作ることをおすすめします近い目標だといいよねそのキラせたいってなっても無理じゃん結局 痩せれないどうしようってなっちゃうからもうほんと直前ねキンキンでこのこのパンパンのスパンでも頑張るっていう感じに <laughs> してます。4つ目は 水をとにかく飲むことです。水をいっぱい飲んで、体の中を循環させて、トイレの回数を増やすことですね。やっぱり排出するのは大事なので、水を飲むことで、お肌も綺麗になるし、いいこといっぱいあるので、まあ、特にね、保温茶めっちゃおすすめです。あの、すごいむくみ取れるので、大事な撮影の前とかは、保温茶飲んだりします。普通にめっちゃ美味しい。あと、水は温泉水がおすすめです。本当にこれ何がおすすめかっていうと、水がね、苦手な子でも絶対美味しいってなる。あの、柔らかくて、飲みやすいめちゃくちゃ じゃあの癖がないというか軟水だし冷やさなくても普通に常温でも美味しいので私はこれをいつもストックしてます Amazon で売ってるので清浄石でも売ってるし結構どこでも売ってる気がするあでも私もね本当に、ね、水飲まないときは全然飲まないので意識的にかもようにしてるんだけどだからやばい今日全然水飲んでないって時は半身浴しながらほぼ 5番目毎日裸で自分の体をじっくり見る毎朝着替える時に体を見るもうじっくり見る朝何も食べてない胃が空っぽの一番軽い状態で体をまじまじと見るあと一応自分の骨格を知るっていうのもすごく私は大事なんじゃないかなと思います骨格は違うから痩せ方もやっぱりね違うと思うの例えば私は骨格ストレートだから、まあ、その肉のねみんなとつきやすさも違うしやっぱ痩せ方も違うからちょっと欲しい 骨格ととか頭に入れとくと意識したりする私は有酸素で出せる体なので <laughs> やっぱね毎日体をじっくり見るとあ昨日これ食べたからちょっと体のここがちょっとムニってしてるなとか昨日ウォーキング頑張ったから足いつもよりスッキリしてるとか毎日の変化を自分の目でしっかり見てあげる自分の体を本当よく知ることが大事かなと思います6番目はもう習慣にしちゃう,もうダイエットは習慣にしたもん勝ちだ と思っててまあその習慣にするまでが本当に大変なんだけど最初の3日間ぐらいってモチベあるじゃんダイエットするぞってなった時にそのモチベを一生費やせばいいの3日目あって私の考え的に普3日最初頑張るじゃんで4日目になった時にえここで終わらすのなんか昨日もやったしなんか続けたらなんか痩せるかなみたいな効果出るかなみたいなそ,そういう気持ちが前に続いてなんだかんだあのもう習慣になっちゃったんだけど逆にもう習慣になっちゃって今やらないと気持ち悪い 歯磨きとと一一緒緒スキンケアと一緒、まあ、私はストレッチを習慣ストレッチと足のマッサージ筋膜リリースむくみ取りを全部この一連の流れ習慣にしてるんだけどたまにめんどいなって思う時もあるけど、まあ、でももう習慣になっちゃったので習慣にすると結構ね楽しいなって思う21日間らしい今調べたらインキュベートの法則って感じですはい他のダイエットとか食事も過去に撮ってたりするので是非そちらも見てくださいじゃあバイバーイ